センターへ。さあ赤星投手いかがですか。いや普段こんな服を着たことがなかったので、すごい自分的にはすごいソワソワしてます。ソワソワしている。でもどうですか皆さん、お似合いですよね。さあですから吉野さん、ぜひあのコーディネートのポイントなども教えていただきたいと思います。はい、はい、失礼します。すいません、失礼します。ちょっとだけ直します。ちょっと襟も立ててね。はい、シャレです。はい、すごくスタイリッシュになりました。ぜひポイントを教えてください。はい、ちょっとトレンド感を入れたかったんですけども、入れるトレンド感入れるときはやっぱり色とサイズと、まあ、アイテム、この辺りをちょっと気にすればトレンド感は出せるのかなと思ってですね、あのサイズ感は先ほどもちょっとお話出てましたけど、ちょっとやっぱりルッタリ目が全体的なトレンドとしてあるので、シャツもちょっとゆったり目で、パンツもちょっとまあ赤星選手の太ももがちょっと太いとはあるんですけど、パンツも実はちょっとゆったり目なパンツをチョイスしてます。でそこのゆるいこのシャツ、まあ、シャツアウターなんて僕ら呼びますけど、ちょっとこういうのもアイテムとして今すごく多いアイテムで、でそこに中にニット入れ、そう実はこれタートルネック、あのモックネックっていうカットソーなんですけど、はいはいはい、まあ、レイヤードしております。はい、わかりました、ありがとうございます、はい、ということで本当におしゃれに仕上げていただきました。今回はどんな洋服を着るとかっこよくなるのかわからないということで、似合う洋服を欲しいということで要望がありましたので、はい、今回はコーディネートはしていただきましたが、試着ということでレンタルなんですね。ちなみにトータルでどれぐらいすると思われますか。一式わかんないですね。2万円ぐらい。え全身でですか。全身で、はい、2万円ぐらい。3万円で。3万円で。吉野さん、はい、どうでしょう、実際はどれぐらいですかね。実際ですか、はい、実際はですね、まあ、今回靴までご用意させていただいたんですけども、18万円ぐらいになります。そうですよね、はい、赤星投手どうしますか。これ今レンタルなんです。でももうこれからの時期イルミネーションが綺麗な街にそのまま出ていけば相当おしゃれですけど、まあ、お洋服お願いします先輩山崎頼投手におねだり。一人ずつ目見ていけば一人ぐらいうなずいてくれる人いるかもしれません。おお。でもこの中で一番年俸高いのは ですよね皆さんね。そうですね、吉川選手、はい、18万円。はいはい、どうしましょう。いや本当ね、今年たくさん投げてくれたんで、僕が買います。ありがとうございます。